戦国最強と言われた甲斐の武田家。そんな武田家が滅亡した原因、五選を紹介。信濃侵攻の失敗。信濃を制圧するのに約10年。その間に織田信長が武田家を脅かす存在に。三方ヶ原の戦いでの勝利。圧勝すぎて武田軍全体に慢心が生まれた。隣国が強敵ばかり。東に北条、南に今川、北には厄介な上杉謙信。戦国最強とはいえ厳しすぎる。信玄の遺言。武田信玄が偉大すぎるがゆえ、後を継いだ勝頼の言葉よりも遺言が重かった。後継者問題。嫡男義信は切腹。代わりの勝頼は有能だが、側室の子で一度諏訪家を継いでるので求心力がいまいち。